日本を強く現場に誇りを。参議院議員佐藤正久です。玉城知事は最高裁判決を受け入れて国と話し合え。玉城デニー沖縄県知事は国連の人権理事会で NGO の代表として政府に文句を言いました。国連の人権理事会、安全保障を話し合う場ではありません。沖縄県知事は NGO の代表でもありません。沖縄には過度の基地負担がある。平和が脅かされている。我々の意見を平等に言う機会もない。世界の方々はこの状況を理解してほしい。とんでもない発言です。沖縄にはいろんな意見があります。当然辺野古移設に反対の方、あるいは普天間飛行場の危険を除去するには辺野古やむなしという方、厳しい安全保障環境を考えれば沖縄の基地、これは非常に大事だ、米軍との連携が大事だ、いろんな意見があります。そういう意見を並列して言うならまだしも、一方的に自分の選挙キャンペーンの時と同じ意見を国連の場で言う、あってはなりません。仮に安全保障の話を言うんであれば、中国よ、尖閣への領海侵入やめろ。不当な沖縄の排他的経済水域にブイを設置するな。直ちに撤去せよ。こういうことを言うべきです。彼は沖縄県の知事です。県民の命と暮らしを守る、こういう責任も知事としてあるはずです。最高裁が判決を出しました。防衛省が出した埋め立ての変更申請、これについては妥当だという判決にもかかわらず、玉城知事はそれを受け入れる受け入れない、何も表明しないまま、ジュネーブで人権理事会で政府にこういう文句を言う。まさに意味あり。国際社会に間違ったメッセージを出すだけではなく、最高裁判決に対しても不満を言ってるというふうにしか聞こえない。ついに国土交通大臣は沖縄県知事の権限を取り上げるための大執行手続きに入りました。27日までに回答せよということで、まずは韓国、この指示を出しました。韓国の次は大執行のための指示、これも従わなければ今度は高等裁判所での裁判になります。で、それで判決が出れば大執行、沖縄県知事の権限が取り上げられる。こんなみっともないことは絶対やめるべきです。あの尾長前沖縄県知事も最高裁判決には従いました。沖縄県の行政が最高裁判決に従わない、こういうことを絶対やってはいけない。お手を残します。玉城知事、早く最高裁判決に従って国しっかり向き合って、沖縄県民の負担軽減と普天間飛行場の危険除去、そして辺野古移設に対するこの進め方、これを話し合うべきです。玉城知事、早期の決断を。ぜひチャンネル登録をお願いします。皆さんのその支援がさらにこのチャンネルが盛り上がる、ぐんぐん上がってまいります。ぜひご協力お願いします。